はい、今からアクアリウムを、クラゲのアクアリウムを作ります。うん、そう。フードカラーリングの青。青を使います。青を使って、あとグリッターといろんなウォータービーズ入れたりしていきます。青。じゃあまずクラゲを作ります。クラゲを作ってます。輪ゴムとビニール袋。で、ただ、ビニールを縛るだけ。はい。こうやって輪ゴムで縛ります。そしたらこの下をクラゲの足みたく、ハサミで切ってきます。で、できたのはこのペットボトルに入れます。じゃあこのウォーターボールの透明なのだけ。透明、白は？白はいらない？透明だけ？うん。透明なのだけこっちに移していきます。フードカラーリングで色をつけます。よしよし。もうちょっと青い方がいいかな。ね。もうちょっと青い方がいいね。ダメ。え、このぐらいでいい？もうこの色でいい？できました。がーん。高速クラゲ。にゃん。早い。クラゲが上に行くのが早い。です。高速アクアリウム。もうちょっと空気を抜かせば、あれだったかもね。そんな早く、クラゲが早く行かないで、ゆっくり上がっていくかもしれない。早い。ん？ん？高速クラゲ。ペットボトルを使ったアクアリウムです。クラゲの頭の空気を抜いてみました。高速クラゲではなくなったんだけど、ちょっとクラゲっぽくない？さっきの方が、うん、さっきの方がね、クラゲっぽかったかな。ゆっくりゆっくり上がっていくようになったけども、どうだろう、さっきの方がクラゲっぽいかな。もうちょっとクラゲの形とかにこだわれば、もっと上手なのができるかもしれないです。ね、クラゲアクアリウム。ピカ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 。完成。